いろいろありまして。はい。どうすか。はい、どうも、翔平TVです。はい、亮平です。はい、お願いします。お願いします。本日は野球ショップ旅、はい、ということで、はい、本日は神奈川県横浜市にありますクロスボーベースボールショップさんに来ております。以前僕らジーニーというアンダーシャツ紹介したと思うんですよ。はいはい、はい、そのアンダーシャツのメーカーさんというか、はい、スポーツショップです。で今回実際にお店に来て、中を見て、撮影していきたいと思います。それではやっていきましょう。ゴー。見て、野球専門店です。ルーボスーベと生きていくと。はい、行きましょう。営業時間が11時から9時だったのが10時から8時と2019年なってますね。で、なんかポスターとかありますね。野球チームの宣伝の募集の掲示板とかもありますね。下までありますね。ね。で、くるっと行ってもらってここにお店があります。おー、世界のニッチローがいます。モノマネ芸、世界のニッチローがいます。神奈川フューチャードリームス貼ってますね。はい、はい、行きますか。入りましょう。失礼します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 。さあ、お店に入ってすぐに目の前にジーニーのアンダーシャツがあります。これ僕らもやっぱ着てますもんね。はい、はい、で、つい最近赤が出たってことで赤も販売しております、うん。で、こちら、まあ、この間俺らはさ、長袖を出したと思うんですよ。はい、今回半袖だも売ってると、店頭で売ってるってことで、はい、で、こちらで購入したらマーク付けも一緒にね、できるってことでいいんじゃないでしょうか。そうですよ。はい、で、こう下行ってもらうと、まあ、ジーニーのグッズがあるんですけど、まあ、マスクありますね。はい、で、下行くと帽子とか、はい、あります。ここだけアンダーシャツと同じ柄なんですね。ほんとだ、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。めちゃめちゃおしゃれ。これがメッシュ生地ですね。ねえ、この帽子めちゃくちゃ可愛くないですか。確かに。これやろ。そうそうそう、デニム生地の今流行りの感じので、刺繍ですよね。やっぱ刺繍はやっぱめちゃめちゃおしゃれなんで、これいいんじゃないですか。めちゃくちゃいいですね。かぶれっかな。どうですか。あ、だからメッツの帽子かぶってる時の翔平さん。あ、やめろやめろ。アパレル強いですね。で、こっち行くと、はい、ジーニーキャップありますから。はい、あ、ジーニーキャップいいですね、おしゃれだし。ドン、うん、これ違う。ちょっと違った。これ違う。トートバッグ。はい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 。トートバッグもさ、まあ、G に書いてあるじゃないですか。はい、横にこう刺繍でさありますよね。おしゃれじゃないですか。しかも、うん、麦わら帽子の生地みたいな感じじゃないですか。はい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 、だから右行くとさ、なんだこれは、とこれはどうやってこの刺繍やったんだ。あの、よくさ、グローブにない、たまに、ああ、はいはいはい、アシックスかなかな、うん、ステッチあるじゃないですか。ああいう感じなのかな。おしゃれすぎないですか。おしゃれっす。カバンの大きさも違うんで、はいはいはい、はい、まあ、用途によってって、そう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 ですね。あ、で、これ見てください。これよく見たら、はい、グローブの紐で作ったオリジナル商品だって。これピアスかな、イヤリンだ。イヤリンかピアスかな、なんだけど、このこれ紐、はい、これグローブの革らしいです。あ、紐、革紐、こんなところに使うかね。え、で、ネイビーだけじゃなくて赤だったり、あ、こういうなんかリボン系のもあるよ。はい、で、黄色、はい、サーン、はい、赤、はい、すごいですか。やばいっすね。なかなかこうやってこうなんかオリジナルでこうやってね、うん、作るとこってあんまないと思うんで、すごいと思います。はい、はい、で、ここ、で、こっち行くとすごいですよ。これジーニーのマークなんですよ。いや、でもシンプルそうに見える刺繍の配色じゃないですかね。まあ、これ刺繍なのか、普通どうなんだろう。刺繍ワッペンなのか。俺の好きな、洋平も好きな色、サックス系というか、ね、ブルー系の、ブルー系ですよ。ほら、
はい、その下行くとさらにちょっと大きくなったやつですね。でさっきのあのカラフルな何色使ってるんだっていうね、はい、はい、ちょっと大きめのねカバンもあります、うん、どうすか。僕と良平が着てる、まあ、ものがあるんですよ、はい、シャツが。良平が今着てるやつ、ここの肩にジーニーと書いてるシャツがある、はい、でちょっと後ろ見て、後ろ向くとジーニーのマークがある。これ実はつい最近入ったらしいビッグシルエットの T シャツ。そうですね、はい、ってことで良平が着てるのこれ L サイズ。 L サイズです。だいぶちょっとビッグシルエットだから、そうビッグシルエットだからいいけどね、合うね。でも今時ですよ、ね、今時今時やっぱ私服でもさ、はいはいはい、なんかその野球やる時でもちょっとビッグシルエットって結構流行りなんで、はい、山川選手とかもずっとビッグシルエット。そうだ。で僕がちなみに XL です。はい、これ XL。 うん、ジャストサイズ。ちっちゃくないでしょ。ちょうどいいっすね。それで長めっすもんね。長め長め、肘よりちょっと長いぐらい。はい、両辺だったら多分この辺だけど、まあまあそれは XL 来たらね。でこれからこれ2枚ほどね作っていただけるということで。はいはい、もうありがたいお話です、ね、ありがたいお話です。はい、ということで、いろいろありましてまずこちらを作っていただきまして、すごいっすね。でなおかつ顔に寄っていただくと反対ジーニーマスクも、はい、どんだけいただいてんねん。そうですね。でさっきちょっと言った半袖の買うっていう話をちょっと出来上がったので、はい、はい、こちらなんじゃこれや。はい、やばくないですか。あの僕頼んだのが背番号7なので、まあ両平で7と入れてくださいって、自体はお任せしますって言ってこれを作っていただいたんですよ。センスがやばすぎ、やばすぎ。今まで細いじゃないですか字が、うん、そんなの頭になかったっす、うん、細い字でねないっすよ。で、まあ、青は頼んでたんですよ。僕のこの配色大好きすぎて、ピンク、はい、青にピンク、うわすっげえ。いやピンク言ってないのになんで僕の好きな配色分かったなっていう。いやもうで袖がやっぱり短めなんですよね、うんうんうん、だから絶対にアンダーシャツからユニフォームから袖が出ないっていうのはめちゃくちゃおすすめポイントですね。なるほど、はい。で下が長袖と一緒かな、この胴体部分とか、うんうん、生地とかは長袖と一緒で、そうですね、ここにもまた滑り止めのようなジーニー、はい。速攻、明日試合なんですけど速攻来ますわこれ。なんかすごい時間もかかんなかったし、はい、あの ちょっとこんな感じでとお願いしたら10分15分とかで入ってきましたえぐいなったんで、まあお店に来ていただいて、はいはいはい、ジーニー購入して、でこういう感じのマークお願い しますって言えばやってくれますからね。その日にいただけるってことね、はい、はい、めちゃめちゃこれは軽い軽い。クロスポさん行った方がいいです。これは絶対行った方がいいです。絶対行った方がいいです。本当に絶対行った方がいいです。はい、やばくないですかこれ。すごいですよ、ビッグシリアとの。そう、翔平 TV ってことで、まあイメージカラーの両平青、はい、一応青らしいんで、青が好きなだけなんですけどね、はい、これはテレビジョン、翔平 TV テレビジョン、はい。でここにテレビに、はい、ジーニーが入ってますね、はい、で僕のシルエット、はい、はい、どうすか。イメージカラー赤っぽいんで、どうすか。これ私服でも着れるんじゃないですか。うん、うん、いやビッグシルエットってのがいいっすよやっぱ。そうっすね、これ販売できるねこれ本当にもし今見てる方でこれ欲しいと思った方、僕にちょっと DM ください。お願いしたらもしかしたら購入できるかもしれない、はい、でしかもビッグシルエットなんでね。しかもそうですね、はい、ビッグシルエットなんで、うん、L と XL があります。僕がちなみに XL、はい、両平が L サイズ、 L サイズって感じなんで、まあ、体型すごいこうね、まあ、反対なんで、うん、まあ、見てる皆さんもねどっちかやと思うんですよそうですね、はい、なんでぜひとももし気になったらね僕に DM をください。はい、かっこいいんです。お待ちしております。はい、はい、というわけで本日はこちらのジーニーさんのご紹介をしました。
めちゃめちゃ可愛いし、かっこいいし、おしゃれなので購入してみていかがでしょうか。それでは本日動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、ご評価よろしくお願いします。それでは、よろしくお願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人は、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。